は、ぬれねずみです。ですね、今日はですね、ちょっと番外編って感じにはなるんですけど、ちょっとね、驚いたことがあったんで、ちょっとすぐね、動画を撮ろうと思いまして、になります。で、ですね、TVerの方でですね、ちょうどね、9時からまたなんだっけ、相棒ですかね、相棒のシーズンなんとかがあるんで、まあ、それまでにちょっと短めのね、ちょっとなんか見ようかなと思ってね、見てたらですね、テレビ東京ですね、10月26日金曜日放送分で、この漫画がすごいですね。で、第4回のゲストがデンデンさんって感じ。まあ、多分、この番組自体はね、ちょっとインタビューというか、ちょっと対談なんかしながら、あとはその、デンデンさんが実写で、まあ、この場合だとおそ松くんですね。おそ松くんの中にこう入ったらどうなるのみたいな感じの、多分作りのあれだと思いますね。で、それでですね、一番、もう全然関係ないんですけどね、そのドラマの、まあ、TVerで言えばですね、TVerで言えば、24分4秒のところに、自分とね、ものすごい似たおじいさんが出たんですよね。ですからね、それ、ぜひね、ぜひ見てくれってこともないんですけど、自分はね、ちょっとこんなに似た人がいるんだと思って、ちょっと今もう一回見返してもらいますね。はい。このね、神社の、もう本当に初っ端ですね。まあ、デンデンさんと、まあ、なんだっけ、あれ青井優さんですね。青井優さんがちょっと話してられて、まあ、デンデンさんなんだかんだ言っておしゃれだなと思って、ぼーっと見てたら、右端の方ですね、画面。あ、これ右左ちょっと逆になってるかわかんないですけど、デンデンさんと、デンデンさんと、あれ、ちょっと待って、こちら。デンデンさんと、青井優さんがいて、そのデンデンさんの後ろですね、神社の後ろに神社のこう角みたいな石段みたいな中になってるんですけど、まあ、灯籠かなんか。そこのね、横っちょでなんかお参りするおじいさんみたいなのが出てくるんですね。はい、ちょっともう一回見てみますね。もう、それだけだよって話ですけどね。はい、行きまーす。一瞬ですね。一瞬ですけどね、めちゃめちゃ似てます。なんかこう、画面から、どういう感じなのかな。なんかこう、デンデンさん話してられて、多分この前で話してらっしゃるんですね。で、最初神社、まあ、多分、なんかこの辺にチラッと映ってたから、この辺かな。なんかチラッと映って、一旦消えて、その後、なんかこんな感じ。このね、首の角度。まあ、自分もよく注意されるんですけど、その角度がね、ちょっとあまりにも似てたんで、これ何日までだ ?TVerで、11月3日ですね、の1時22分配信終了って感じになってますので、TVerの東京、テレビ東京ですね。この漫画がすごい、デンデンさんが出てらっしゃる回ですね。そちらね、ちょっと見てください。この人どんな人なんだろうって言うと、多分、あのおじいちゃんみたいな人ですよ。その紹介でした。じゃあね、ちょっと短くなりますけどね。まあ、いろんなね、ドラマを見ていきましょう。あとね、レンレンさん、青井さんですね。自分も大ファンなんで、応援してます。よろしくお願いいたします。